さあさ悲しいで駆け出せ世界一のお姫様夢のせ。それでは第67,29回目の定例会を始めたいと思います。もうこの定例会の数字言わなくてもいいかな。会長、そんなことより私たちおこです。本当です、会長を見損ないました。会長だけは信じてたのに。え、なになに、みんなどうしたの？私なんかした？会長、最近陽平くんと付き合いだしたのはいいんですが、まさか漏れなく男女の大人数のグループで青春をワイワイ楽しんでるとお聞きしてますわよ。そんなことないよ。白崎くんが結城大河くんのグループと仲がいいみたいだから、ちょっと私も混ざってるだけで。っていうかさらっと下の名前で言うじゃん。本当にもう傭兵ったら。く、今度は呼び捨てで下の名前、絶対反応しないから。というわけで会長、私たちから提案があるのですが、私たちも一緒に青春を送らせてください。そうですよ、私たちも混ぜてください。でもほら、向こうは向こうで楽しんでるみたいだし、私だって別にその傭兵くんの邪魔しようと思わないから。会長、やば、圧がすごい。はあ、わかったわかった。それじゃあ私から白崎くんに言っておくから、ちょっと待ってて。なんか最近お前らさ、座る配置変わりすぎじゃねえか。まあずっと同じじゃつまらないからな。でも俺はタイガーのこと飽きたりしないぞ。おなんかありがとう。いたいた、いつもあのように宿直室にいるよね。ごめん白崎くん、今ちょっとだけいい？おう、なんだよ、どうした？君じゃない。どうした、なんか用事？うん、実はね、うちの生徒会のグループがみんなと一緒に遊びたいって言ってるんだけど、どうかな？え、俺たちと？まあ別にいいけど、いきなりどうした？なんか私が陽平くんと付き合いだしてから、大河くんたちのグループと遊んでるのが羨ましく思ったみたいで。なるほどな。でもこのグループってさ、俺と陽平は見ての通り可愛くて綺麗な彼女持ちだけど、あとの残り物2人はなかなか癖が強いぞ。失礼でやんすよ、タイガー氏。拙者は二次元では100人以上恋人がいるんでやんすから。そうだぞタイガー。まあ俺は一番じゃなくてもいいから、タイガー二番目でどうだ？そりゃあの二人彼女いねえわ。でもみんなで何して遊ぶよ。青春っぽいことがしたいんだろ。タイガー、青春といえばやはり海じゃないか。海ね。でもちょっと早いんじゃないか。今はまだ入れるわけじゃないし。入れなくてもいいよ。ただみんなとワイワイしてたらそれで青春って感じだと思うから。ま、それなら金もかかんねえし、いいんじゃねえかタイガ。そうだな、そうするか。とまあなんとなくみんなで海に来ては見たものの、一体何する？入るわけにもいかねえしな。なに、みんなで制服で海に来ている時点で青春っぽいだろ。そうですわ、男子グループと一緒にこうやって海に来てる時点で私なんだか勝ち組ですわ。ちょっと頭でかすぎて僕見切れてるでやんすよ。確かになんか楽しそうだな。うん。ちょっと陽平くん、こんなところで手つなぐのちょっと恥ずかしいよ。別にいいだろ、葵は俺のものアピール。もう陽平くん本当に陽キャすぎるよ。やばい、私顔が自然とにやけちゃう。ゴゴ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 。やばい、生徒会メンバーの視線が怖い。ほらタイガー、せっかく海に来たんだからもっと近くに行こうぜ。やめろリュウジ、手離せ。ダメだって、制服濡れるだろうが。こんな野郎、やりやがったなリュウジ。すまんすまんタイガ。濡れてるタイガ最高。なんだか楽しそうですわね。私たちも行きましょうか。みんなで濡れたらオールオッケーですね会長。これぞ青春ですわ。リュウジ、お前笑ってっけど仕返ししてやるぞ。いやタイガ、ちょっと待て、落ち着けタイガ。何この後に及んでお前だけ濡れないようにしてんだよ。違うタイガー、そこじゃない。お前にお姫様抱っこされてることが神回なんだ。ああ、タイガーにお姫様抱っこされた挙句濡らされた、最高だ。なんか喜ぶことしたか俺。え、なに、地震結構揺れてるでやんすね。これは危ないでやんす。みんな気をつけて、
目の前に大きい津波が来てる。葵、葵、大丈夫か？葵、しっかりしろ。あれ、ここは。よかった、目覚ましたか。俺ら津波に巻き込まれてよくわかんねえとこに漂流しちゃったみたいだな。大変、みんな大丈夫？生きてる？なんとか生きてるざます。こっちも大丈夫です、会長。とんでもないことになっちまったな。おい、龍二、起きろ。お前なんて寝方してんだよ。よかった、タイガ、あれは夢じゃなかったんだな。タイガにお姫様抱っこされてぶん投げられて濡らされたこと。お前もっかいぶん投げてやろうか。まあみんな慌てることねえよ。俺たちにはスマホっていう手段があるだろ。タイガ氏、もちろん津波に巻き込まれたからどっか行っちゃったでやんすよ。私もポケットに入れてたんだけどどっか行っちゃった。確かに俺もスマホどっか行っちゃったな。どうしよう。タイガ、この島にもしかしたらなんかあるかもしんねえし、とりあえずちょっと探索してみねえか。そうだな、ちょっと調べてみよう。これはなんだろうな、ずいぶんと使われてなさそうだけど、もしかしてこの船も昔漂流した船なのかな。あっちゃ、結構荒らされてんな。こりゃどれも使い物にならなそうだけど、一応確かめてみるか。どう、ゆきたいがくん、そのパソコン使えそう？全然ダメ、ビクとも動かねえよ。もうすぐ暗くなってくるし、やべえんじゃねえか。とりあえず安全そうなところでみんなで朝を迎えた方がいいな。タイガ氏、どうだったでやんすか？何かありました？ダメだ、どれも使い物になんねえよ。そっちは何かあったか？特に何もなかったわ。そんなに広くない島だったから。そっか、とりあえずみんなであそこの中で寝泊まりするしかないな。お家に帰りたい。私しっかりしないといけないのに、やっぱり怖くって涙が出ちゃうよ。葵、心配すんな。お前のことは俺が絶対守るから。陽平くん。こうして俺たちはよくわからない島に流れ着いて、サバイバル生活を強いられることになった。果たしてどうなることやら。次回の動画に続く。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろうな。バイバーイ。